今回は補集合について学習していきましょう。まずは全体集合 U の部分集合を A とします。ここでは全体集合 U は 1、2、3、4、5 の要素の集合であり、その部分集合 A は2、3の要素の集合です。部分集合 A に属さない U の要素全体の集合を A の補集合と言います。水色の部分のことです。これを A バーと書きます。A バーイコール(X)。X は U の要素かつ A の要素ではないと表します。この場合は U の要素であり、A に属さない要素は1、4、5であるため、A バーイコール145です。それでは練習をしてみましょう。一時停止ボタンを押して練習問題を解きましょう。解き終わったら再生ボタンを押して丸付けをしましょう。それでは答え合わせをしていきましょう。1、この場合は右上の図のように表すことができ、U の要素であり A に属さない要素は水色の部分、つまり2、4、6なので A の補集合は2、4、6となります。2、この場合は右下の図のように表すことができ、 U の要素であり B に属さない要素は水色の部分、つまり1、4、5、7なので B の補集合は1、4、5、7となります。2問とも正解できましたか？最後に今回の学習のおさらいです。まずは全体集合 U の部分集合を A とします。ここでは全体集合 U は 1、2、3、4、5、6 の要素の集合であり、その部分集合 A は4、6の要素の集合です。部分集合 A に属さない U の要素全体の集合を A の補集合と言います。水色の部分のことです。これを A バーと書きます。A バーイコール(X)。X は U の要素かつ A の要素ではないと表します。この場合は U の要素であり A に属さない要素は1、2、3、5であるため A バーイコール1、2、3、5です。これで今回の学習を終わります。